ダンボール、ダンボール、ダン、ボール、とは板紙を多層構造で強靭にし、包装資材などに使用できるよう加工した板状の紙製品。素材としての段ボールシートのほか、再加工した段ボール箱、その他の段ボール製品を指すこともある。段ボールという表記もされる。一般には、波状に加工した紙を表裏の紙で挟んで接着し、強度を持たせた構造をしている。 さらに多層に加工したものや波状の紙が表面に出ている片面段ボールもある。段ボールの名は原子にボールが編み、ボールは英語のボードに由来を用いていたことと断面の波形が階段状に見えることによる。段ボールともいう段ボール箱からは腐食性ガスがわずかながら発生するので電子部品などの長期保存には向かない。 ダンボールは19世紀のイギリスにおいて当時流行していたシルクハットの内側の汗を吸い取るために開発された。後に包装資材として利用されるようになったのはアメリカ合衆国においてガラス製品の包装に使用されたのが始まりである。現在用いられているダンボールを作成し日本においてダンボールという言葉を作ったのは井上貞次郎である。競技ではダンボールとは この段ボールシートを刺し、本来の段ボールも、これのことだった。様々な段ボール製品の素材であり、ライナーに、フルーテッド、波型に加工した中芯を貼り付け、さらに裏側に、ライナーで補強したシート状、板状のもの。中芯の山の密度を刺すフルートには、A フルート、B フルート、C フルート、E フルート回、フルート、G フルートまでが現在使用されており、 G に近づくほど細かい波形となる C フルートだけは AB の中間の厚み。一般に使用されるのは A フルート、B フルート、E、K、G フルート、マイクロフルートである。また、表に B フルート裏に A フルートを貼り合わせたシートは BA フルート、AB フルート、または W フルートと呼ばれる。段ボールシートの用途は一般的に正観用途が多いが、干渉剤や コンクリートパネルなどにも使用される。輸出梱包には、トリプル a フルート、トリプルルウォール等、a a フルート、バイウォール等など特殊な段ボールが、木箱や鉄枠の代わりに使用されることがある。W フルートについては、BC フルート、BB フルート、EB フルートもまた W フルートであり、これら BCBBEB フルートは、日本国内では、 使用量も少なく、取り扱う企業も少ない。近年、A フルートから C フルートへの変更を進める企業が見受けられるが、薄くなるため強度は若干落ちる。しかし、海外工場、中国工場等との包装設計の共有化を進めるには効果的である。段ボール箱は段ボールシートを素材とする箱である。軽さと強度、 構造に由来する、衝撃吸収性、何度も折りたたんでは組み立てられる、利便性などから、宅配便、小包み郵便物、引っ越し等の運輸業、または貯蔵の分野で、従来の木箱にとって変わるようになった。通常折りたたむと一枚の平坦な板状になる。日常的に、段ボールという言葉を使う場合、この段ボール箱を指すことが多い。 蓋を折り込むことで段ボール箱だけでも組み立てられるが、構造的な強化のためにガムテープ、クラフトテープ、アップテープなどの粘着テープを使うことが多い。機械などの重量物を入れる場合は、接着剤や両面テープを使い、さらに金具、またはバンドで固定する。A 式、A 型 B 式、B 型 C 式、C 型などの形状がある。最も普及しているのは A 式。 A 型と呼ばれる形状で、箱の上下に開閉可能な蓋がついている、俗に言う、みかん箱。JIS のコード番号で箱の形式を言う場合もあるが、j i s ではあまり使用されていない、JISZ1507。ダンボール箱の応用で、内側にポリエチレンなどの合成樹脂で作った袋を、取り付け、液体包装に用いる容器も製造されている、バックインカートン、バックインボックス。 ダンボールは、コルゲータ、コルゲートマシンを通して製造される。コルゲータは、シングルフェイサーダブルバッカーカッターによって構成される。また、ライナーと中芯を接着するための性乗り装置、さらに乗りを溶かすための熱を発生させるために、ボイラーが必要である。完成されたダンボールは、プリスロ、プリンタースロッタによって印刷され、グルは、乗り付け機、または、ステッチャ、ダンボールを平らせん。 針金で接合する機械によって段ボール箱へと加工されていく。箱の形状によっては、大買った、型抜きによって型抜きして加工され。加工されて、不要になった部分は立ち落とし、再落ちとして回収され、再び段ボール原子として利用される。段原シとも言う。段ボール原子は、ライナーと中芯に大別される。両方とも最初は、ロール紙の形をとっており、それを、 コルゲータにかけることによって、両者を貼り合わせ、段ボールとなる。中国関東肖東岸市には、多くの段ボール原子工場が集中しており、世界有数の産地となっている。ナインドラゴンズペーパー、急流資業、D& マンペーパー、リブンゾウ市等。ダイナー、とは、段ボールの外側を形成する紙のことを言う。ライナーは多層好きの板紙で、 通常4層好きである。原料は主にコシ、クラフトパルプを用いるが、日本ではコシを使用することが多い。別商機のグレード等例外はあるが、K ライナー、クラフトライナーは、バージンパルプ100%、C ライナー、ジュートライナーは、コシ90%以上を使用する。また、輸入原子にはこれは当てはまらない。主に K7、K6、K5、C6、C5、D4、D3 の種類があり、 K7 が最も硬く、D3 が最も柔らかい。なお、C6D3 は需要が少ないため使用されなくなりつつある。C6 は、K5 で、D3 は、不通信で代用する。また、表面に漂白パルプを流したもの、発水、耐水原子、純白、赤、黄色、木目調などの色ライナー、プレプリント原子など足したようである。 アップブロックはオイスターパール BQ6、アップック5はオイスターパール CQ5 の略。乳白色をしているので、こう呼ばれている。つぼ量、ベイツは 120gSM から 469gSM 程度まで幅広い輸入原子を含む。K7 等の表記に関しては段ボール業界の慣習的表記であり、正式な包装設計図面等には、K280。 または、計 280g と表記されるとが多い。K ライナーには各種グレードが存在し、原子単位の数量の発注が可能であれば、グレード及び GSM 単位で原子を指定して、製紙会社にライナー、中心原子を肖像してもらうことも可能でや、色ライナー、プレプリントもか。ライナーには強度が求められるため、ポリアクリルアミドや、 編成澱粉などの紙緑造教材が添加され、また、吸湿防止のためのサイズ材が使用されることもある。必要に応じて、発水材が塗布されることもある。また、D3 の下のグレードとして、普通芯を段ボールシートの表裏に点加する場合がある。通常、発水、耐水原子を使用する場合、ライナーに限らず、中芯及び点合用のり、 グルア用のり、印刷ンキも、発水、耐水用が使用される。国内最大の軽ライナー生産拠点は、釧路市にある、王子マテリア、釧路工場である。中芯とは段ボールの内側、つまり、波状部分を形成する紙である。中芯は多層付きの板紙で、通常4層付きである。原料は主に古紙を使用する。 V20V19V18V16V12S18S16S14S13S12S11S10 の種類があり V20 が最も硬く S10 が最も柔らかいなお V と付く種類の紙は紙力造教材を使用してより強度が上げられる強化芯である一般的に普通芯あるいは中心表示は無表記 S のみ 表記の場合は S12 が使用されている。ライナーほど種類は多くないが耐水性を向上させたものなどがある。S16 等の表記もまたライナー表記と同様に業界の慣習的表記であり、それぞれの企業によって異なる。例えば、強化芯 180gSM の場合、V18HP18P18MM18HP8P8M8 P P P、MM、等表記し、 各企業によってまちまちである。包装、保管容器としての段ボール箱の利用が最も一般的である。また、ピザなど、ファーストフードのパッケージなどにも使用される。書籍などを挟んで、封筒状にして用いる包装材料もある。変わったものでは段ボール製の葬儀用裁断、棺桶があるが、日本国内ではあまり使用されていない。段ボールシートを加工し、家具、 ノートなどの文具などに使用する例もある。地震などの避難所で、ついたてや小部屋状に組み立てて使う例もある。災害用簡易トイレも作られている。波打った断面部を表面にすることで吸音、遮音性もある程度あり、手作りの防音部屋用の素材としても使える。ダンボールシートを加工し、自作パソコンのケースとして販売されている製品もある。通称、プラダン。 プラダン、または、ダンプラ、ダンプラと呼ばれる、プラスチック、主にポリプロピレン製のダンボールに類似した、中空構造のシート。紙でできたダンボール板に比べて、耐水性、耐久性に勝るので、強度が必要な用途や、長期利用もしくは再利用を前提としたケース類、などに使用される。不織布や、高発泡ポリエチレンシートを貼ったプラダンや、黒色の導電製プラダン。 静電気に弱い精密電子部品の輸送用もある。プラダンの場合、輸送箱として使われるだけではなく、建設業や引っ越し業で使用される養生シートとしての使用も多い。寸法は通常の段ボールシートとは幅と長さ、流れが逆になる。プラダンは材料にポリプロピレーを使用しているため、加工には専用の接着剤を使用する。あるいは、 専用の熱溶着機を使用して、接合及び組み上げを行う。これが最近の主流となっている。印刷する場合のインクも特殊なものを使用する。通常の段ボールを二重もしくは見え構造にし、また耐水性を持たせて高い強度を持つように作られた段ボールのこと。通常の段ボールの約十倍の強度を持つと言われ、木材梱包の代替資材として物流に使用される。また、 焼却や断裁による速やかな廃棄を前提とした簡易かぐるい等にも活用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。